まあ突破できたからいいんだけどさ、突破できたけどこれ残機考えたらもう絶望だぜ。なんか残機増やす方法ないのかな。やっちゃった、バカ野郎、シールドじゃないんだよ。うわー、マジか。え、クレジット 1？ ん？これ？ん？おい、クレジットどっか手に入れた？いや、何なのか分かんないけど、多分これが一番強いと思う。で、フォースフィールドが正直何なのか分からないんだよね。何なのか分かんないけど、まあ、あ、まあ、こんなんでいいや。え、どっから？ゲームオーバーなってないよな。だって名前書いてないもんね。名前書いてるやつが出てたら、多分その最後にあるじゃん、あのさ、か、あの、ローマ字3つでさ、入力するやつ。あれがなかったってことは多分ないよね。待って、やっちゃった。あー、くそ、スピードアップ使って避けれないから、倒せるやつだけ倒して、オッケー。え、俺ボス戦じゃない？うわ、違う、ボス戦じゃなかった。よし、リップル一歩で取ったらまあまあ楽だぞ。一歩で取ることによって、早いやつ来てるって。どっからよ。あ、一番最初、いや、一番最初じゃなかった。しまった、スピードアップ取りたかったのに。いや、こんな遅い状態じゃ限界あるぞ。下のやったら上のやから倒して、いや、強化アイテムくれ、せめて。強化されないの気づいて、オッケー、ナイスだけど、ちょっとなんか欲しいな。処理落ちしてるし、クソが。これイージーモードなんだよな。でもイージーでこれって、これノーマルだったらさ、どうなの？考えられねえぜ。まず足上げて、とりあえず足速ければまあどうにかなるわ。まあ遅すぎるよりかは、下のやつ倒してんだけどな。あいつアイテム落とすやつだろう、色違うやつだから。お前倒せ、お前撃ってくんのかい。もう何も言えないぜ俺は。リップルが欲しいんだ、どちらかっつうと。汚すぎる。なんという仕打ちだ。こっからよし、なんもないよりかはなんかあった方がマシなんだけど、それでもきついぜ。今回避できてんな、今のもよく回避できてんな。え、これもうすぐ上に行かなきゃいけないのか。さっきより明らかに出っ張りが来るスピード速くなってない？で、一回スピード上げて、スピードさらに上げて、よし、一層、今の一層はでかいな。さっき超えたらこんないなかったよね。これちょっと欲しいけど、やっちゃった。
で時間もちょっと頃合いいいから一度ちょっと区切るわ。録画時間の都合上区切らざるを得ないから一旦区切って少し休んでまた再開するわ。再開していくぜ。血に覚えゲーだからな。もうガンガン死んで覚えていくしかないな。待て、ちょっと足速くなりすぎてない？足が若干さっきより露骨に速くなってるよね。待て、挟まる。だめ、くそ。いや一回あれだな、でも時間開けちゃうとちょっと感覚ずれるな。ちょっとどころじゃないかもしれない。なんかめっちゃ変な感じ、なんかいきなりここやり始めたみたいな、そんな感覚なんだよな。これは良くないわ。いやで足うっせえな。待って、上降ってくるよね。降ってきてるよね。待って、こう、あ、なにここまで、え、完全にあれなのかな、閉ざされんのか。もう右に行かないと押しつぶされますよっていうことか。ちょっとなんでかかってたんだけど、上で上にも出せるやつあった方が多分ここは便利。クソが、いやもうこれクレジットないよな。残クレがない状態だから死んだらかなりめんどくさい。で回収で上出して、ここまではもうほぼルーティーンよ。でここで死ぬのもまあルーティーンみたいになりつつあるわな。きた、あぶねえ。めっちゃギリギリだけど来れた。何ボス、ボスってことは今のがここのステージのチュートリアル的な感じなん？それきつくねえか、それめちゃくちゃきつくないか。いや、ここまでである程度強化をして右に行かなきゃいけないっていうこの地獄な。いや、しまった、あいつ取れなかった。一体回収できてない、一体強化できるやつを強化してないのが、いや、これいたたまれんな、これいたたまれるわ。俺今よく隙間通れたな。ギリギリの通路をまたかいくぐったけど、いや、まあ上に対して攻撃できるから、まあ、上と下に対して、まあ、こうやって移動すれば一応倒せないことはないけど、足が遅すぎる。これは足がさすがに遅すぎませんかね。いや、せめて強化アイテムがあればいいんだけど、強化アイテムなしで突破するのきつくね。画面を俺あんまり見ていない。その何、左右というか上下に適当に揺れながら動いていれば割と大丈夫な感じはしたけれどなんだよ。危な、取るじゃん、上に、あぶね、強化アイテム欲しさに完全に視界から外れてたな今の。いや、アイテム見えた瞬間にその欲強欲センサー強欲スイッチ働くのマジでどうにかした方がいい。 OKOK。 あー、しまった、ちょっと敵早く倒してきた。そうなるよね、まあそうなる気はしてた。いや、でもここ最難関だな。ラスボスかなこれ、さすがに今までのとは難易度の差が桁違いな気がするぜ。引き付けて一気に駆け抜けろ、駆け
け抜けたけど、ほぼ装備が同じ状態で、ちょっとコーラを飲もう。マジでえげつねえぞ。マジえげつないよな。こんな装備で大丈夫かっていう、こんな装備で大丈夫かを GDF スタイルだぞ。あっ、この任務絶対死んだと思った。せめてこの辺でも強化アイテム取れるような状態だったらまだ救いがあるけれども、そうじゃない状況でここはマジできついぜ。なんか倒したか、なんか倒した、わかんない、なんか倒したかもしんないし、倒してないかもしんない。なんか倒せてないか、右の方はもう見る余裕がないよね。多分なんか倒せてるな。敵の弾が少なくなってきてるから、弾数が少なくなってきてるってことは多分そういうことだと思うんだよな。小泉進次郎みたいなちょっと構文になってたけど、弾数が少ないってことはつまりそういうことだと思うんだけど、これも 上と下のやつしかいないんだったらもう余裕じゃね。いやでも下向きに出せるやつ装備しといてよかったな。それなかったら積んでたぜ。ああよかったよかった、ここは普通に突破できた、普通に突破できたけどさ、俺もう残機4でクレジットないんだぜ。ちょっとこれは絶望なのではないでしょうか。何これ、何これ、缶詰みたいの。こっからか。まあまずスピード、スピードを取ったところででもどうにもならんわな。これ思いっきり右に抜けるのが多分基地だと思うんだけど、あれ追尾、追尾だったら結構絶望よな。これ追尾してるよね。いやこれ追尾か。初期装備でそもそも突破できんのかっちゅう、タスですら初期装備だったら突破できないんじゃないか説ないか。だって絶対無理じゃないこれ。やっちまったな。ここ突破の時点である程度強い装備の状態じゃないと不可能説みたいな。だよね、ゲームオーバーだよね。これ正真正銘のゲームオーバーか。マジか。これえ、いや違う、俺のスコアでもないか。終わってしまった。まあイージーになってるもんな。で左、待てどうだったっけ。 A を3回押してからスタート、これで残機が増えるみたいな、そんな感じだったと思うんだけどさ。いやでもこれまず最初よな。しかも残機増えてねえし、ちょっとやり直すわ。